こんにちは、うさんこです。今日はこちらの正方形四角い布で小物入れ作っていこうと思います。こちらは以前作った四角い布の小物入れです。接着芯を貼らずに作ったのでくたっとした感じでも、まあしっかりとちゃんと立ちます。前回四角なのは外側だけ、中は違う作り方をしました。今回は中も外も正方形です。表布、裏布、そしてそれぞれの底の布です。布のサイズは10cm×10cm の正方形です。これらは全部正方形、 10cm×10cm です。表布4枚、裏布も4枚、底はそれぞれ1枚ずつです。表布の裏には全面に接着芯を貼っています。表布にはこちらの接着芯を使用しています。シャープ芯の中で程よい仕上がり、中です。裏布には接着芯は貼っていません。ですが、底には接着芯を貼っています。こちらの接着芯はこのシャープ芯の厚です。厚手のものを貼っています。縫い代を避けて貼ってください。表布を縫い合わせていきます。表布の底の方と底の布を中表に合わせて縫い合わせていきます。こんな感じに縫い合わせる予定です。接着芯の少し上を縫っていきます。端から1センチのところをずっと端から1センチのところまで縫います。角まで全部縫わないで、この接着芯の上を縫う感じです。全部の四隅は1センチずつ開けて縫います。接着芯を貼ってある角から角までを縫います。縫えました。縫い目が見えますかね。こんな感じで最後までは縫っていません。隣の布を重ねて接着芯の端から端までを縫います。ちょっとね、こことかついてると縫いにくいので一旦外しますね。さてさて、縫っていきますかね。接着芯の端から端を縫います。接着芯がついていてパリッとしているので割と縫い合わせやすいかと思います。2面縫い上がるとこんな感じ、お部屋みたいになりますね。角こうきちっとなっています。今度は残りの2辺ずっと縫っていきます。今のところなかなかいい感じです。布の柄に向きがある際は縫い合わせに注意してください。接着芯の端から端を縫っていきます。残りのこことここ2箇所ずずっと縫っちゃいますね。4面縫い付けられました。なんだかお部屋みたいで可愛いです。縦の布をしっかり合わせて縫います。今回は布端からここの縫い目のところまでを縫います。布端から縫い目のところまでを縫います。先ほど縫ったところまでを縫っていくのです。こんな感じに縫えました。ただまた布の端からここの縫い目のところを縫っていきます。残りもズズズッと縫ってしまいます。縫えたら縫い代を開いておきます。縫い目を切らないように角も余分な布を切り落としておいてください。次は裏布を縫い合わせていきます。
表布と一緒です。中表に合わせて両サイド1センチを上げて縫っていきます。今回は接着芯の上を縫っていくと両サイド1センチ開けて縫うことになります。縫えたら角をカットして縫い代を開いておきます。表布、裏布準備できました。裏布を表に返します。表布と裏布を中表に合わせます。形を整えて返し口を一箇所残してぐるりっと周りを縫っていきます。この部分ちょっと縫いにくいかもしれません。縫えたら縫い代を倒して返し口から表に返します。形を整えてぐるりっと縫い押さえます。出来上がりました。小物入れの完成です。底のピンク効いてますよね。今回パッと華やかになるように底はショッキングピンクを使いました。ちょっと正方形歪んでますかね。まあいっか。上から見るとちょっと丸い感じに見えますよね。前回作ったのと比べるとしっかりしてます。サイドにこの中の接着芯を貼ったのがこうパリッと仕上がったポイントだと思います。飴を入れても安定感抜群です。このクタクタのはクタクタのでいいんですが、このしっかりしたのも、なかなかいいですね。小物入れの周りを少し折って使ってもいいかもしれません。ちょっとこう浅いトレイみたいな感じになります。こんな感じで折って使っても可愛いと思います。この背の高さをもっとこう高くしたい場合は正方形を縫い合わせるんじゃなくってサイドの布を長方形にサイズを変更してください。この底に使ったシャープ芯の厚割としっかりしてるのでやっぱりこう縫い代を避けて貼った方がいいと思います。サイドのこの中の接着芯こちらの方は縫い代を避けなくてもそんなに気になる感じではありません。裏布にももっと薄手の接着芯を貼ってパリッとさせてもよかったかななんて思ったりもしました。布で作る小物入れ可愛いので皆さんもぜひ一度作ってみてください。